れは行方不明の女性たち。赤の素材に王都での異世界人召喚も、全ての首謀者は。少し気遣われたぐらいで騙されるなんて、私もまだまだですね。落ち込むことはないわ。年寄りはね、自然と卑怯になって若者の操り方を身につけるものだから。あなたは年の割には冷静で優秀だけれど、まだフレアほどの周到さと卑怯さがないわね。耳に痛い還元です。メノちゃん、メノちゃん、高額までに理由も聞いても、皆に信頼されて大司教にまで上り詰めたあなたが、なぜ。あなたがわからないのも無理ないわ。あなたは殺してばかりだもの。人を助けすぎるとね、救いの声がうるさいのよ。助けて、助けて、どうして助けてくれないの。もっとよこせ。そんな声ばかりまとわりつくようになるのよ。誰も私のことは助けてくれないのにね。これは防護結界。年寄りに長話をさせれば、後輩が手助けに来るまで時間を稼げるかも、なんて思った。もう無理ね。それで何だったかしら。あ、こんなことした理由よね。ああ、あのね、腰が痛くて仕方ないのよ最近。朝起き上がるのも大変でね。この年になってようやく分かったの。私は成人なんかじゃない。他人を助ける余裕があっただけの普通の人間だ。それでもいいじゃない。多くの人を助けたんだから、ほんの少しいい目にあっても、あの子の純粋概念を好きに使って若さを取り戻すくらい。あなたの目的は明かりの純粋概念そのもの。